はい、皆さん、こんにちは。ワドです。今日は2018年の6月の5日、夕方の16時42分です。よろしくお願いします。今日ですね、ニコ生の投げ銭システムが始まりました。それについて、自分が思うことを語っていきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。はい、ワドツー、マキルいらっしゃい。思うところはいっぱいあるんですよ。ニコ生の投げ銭について。で、今ね、野田ゾーリとかが、2時間喋って100万円投げられたっていうふうに言われてるんだけど、で、他のカソナムシとかでも3万円投げられてるとか、今、すごくリアルタイムでホットな話題になってるんだけど、俺としては、ここが、ニコ生の問題点で、ふわっちは今後どうなっていくのかっていうところを語った方が今いいのかなとか思って。で、まず大前提にあるのが、まだ俺もニコ生システム見てないけど、ニコ生もう3年間やってたから憶測になっちゃうんだけれども、まずニコ生の体質として、運営さんがダメっていうのがあるの。っていうのも、投げ銭の前にクリエイター推奨ツールっていうのを発表したんだけれども、俺ね、実はね、1週間か2週間ぐらい、1日1時間2時間っていうのをやってたんですよ。で、その中で結果どうだったかっていうと、最初1枠目やった時に7000円から3000円って書いてあったの。ポイントで。7500ポイントから3000ポイント。で、1時間喋って7000円入って、リスナーさんの負担は見るだけだったらすごくいいシステムだなと思って、あ、ニコ生復活するかもねって言ってたんですよ。で、でも、ちょっとその時点での問題点は、7000円から3000円っていう幅っていうのは、ちょっとでかすぎるでしょうって。7000円収入が入るの、3000円収入が入るのって、配信者にとって倍給料が変わるの。サラリーマンだったらさ、君の給料、15万円か30万円ぐらいにするよって言われたらさ、30万円と15万円全然違うんですけどっていう風になるわけじゃん。ここはちょっとなと思って。でもまあ、1時間喋って3000円入るんだったら、リスナーさんが負担一切なくいいなと思ったんですよ。そこが1点目だったの。で、2週間続けてみた。で、問題点2、ニコ生の。それが入るのは、4ヶ月後ですよって言われたの。実際に。システム上4ヶ月かかりますって。大きい会社だから、内部留保って言って、現金をストックしたいのよ。吐き出しを遅くしたいの。銀行と一緒で預金を入れてほしいから。まあ、そこはちょっとなっていうのはあった。で、問題点3、そのクリエイターツールを使うには、すごく奥の深いサイト何回もクリックして分かりづらいの。ふわっちっていうのは、パッてもう銀行お金に変えます、ポイントに変えますっていうのをワンクリックで誰でも分かるように設計されてるんだけど、オタクじゃないと分からないように作ってるから、新規参入障壁があるっていうことね。要はサイトをわざとお金もらうときに分かりづらくしてるっていう。で、もう一番の問題点。俺、4ヶ月前にやったポイント、要は3万円から5万円ぐらいの幅で、蓄積されたポイント、4ヶ月後に引き出そうと、溜まってたポイント、お金に変えようとしたら、0ポイントって表示されたの。詐欺でしょ、これ。だから、今回、今投げられてても、クリエイター推奨ツールっていうのと連動してるから、今は見えてるポイントがでかいでかい、すごいすごい、100万稼いだってやってるけれども、実際4ヶ月後にすごく目減りするか、0円とか表示される配信者がいっぱいあって、俺は絶対トラブルを起こす会社だと思ってる。あそこの会社っていうのは、ニコ生っていう会社は、俺もう何回も配信やって、3年間配信やってたんだけれども、なんていうのかな、裏切られたことが何回もあるの。お金を払って配信やってるのに、何も悪いことやってないのに、バンになって。バンっていうのは放送できなくなる。要は1500円払って3ヶ月放送できますよっていうアカウントを買ってるのに、なんていうのかな、放送できなくするって。1500円無駄になるんだよ。で、もう一回放送やるためには別のアカウント作んないといけないから、また3000円かかるのね。
ちくわちゃんがポイント表示してる。見てみようか。ちくわランキング。見てみよう、今。ちくらんってやつね。ちくらん見てみましょう。だからね、俺はね、今回ね、今浮かれてるけど、今目新しいからリスナーさんも面白い面白いってお金投げてるけど、俺はね、あんまり信用してない。どこにポイント書いてあるのかな。これ ?37,200円って書いてある。これこれかな。83,000。100万稼いでないじゃん、全然。これか。5万。だからね、こんなもんだよ。でもこれよりも目減りするから、これか。だから1枠で37,000円だったら、フワッチのアイラとかもっと稼ぐわけじゃん。もう俺、実数こんなもんだと思うよ。今、バブルが来てバーって投げられるけど、結局なんだよっていう。あと、問題点がもう一つあるんだよ。実はね、これ、みんなそれわかるって言うと思うけど、あのね、配信者って日銭が欲しいっていう問題があるの。お給料っていう考え方ができないのよ。パチンコ行くかね、今日ホテル、ラブホテルの代金、飯食うお金、そういうのが欲しいわけなのね。つまり、今お金ないんで助けてください。美味しいご飯食べたいです。で、ふわっちの前だとすぐ入るの。だから5割でも、要はパチンコ行くお金ください。何かが欲しい。何か今移動したい。すぐ企画に使える。ただ、お金がないんです。助けてくださいって言って4ヶ月待てると思う。配信者が。大手さんでお金持ってる人は、それ耐えられると思うんだけど、俺は無理だと思う。うん、で、それね、YouTube ライブ。ふわっちは、1000円投げてもらったら500円入るんですよ。でも、リアルタイムでお金入るからっていうことで、ふわっちが流行ったのね。で、実を言うと、YouTube のスーパーチャットっていう機能を使うと7割入るんですよ。でも、お金が入るのは2ヶ月半後なの。そう。だから、側近になるっていうことを考えると、ふわっちの優位性は変わらないから、結局俺はふわっちに数ヶ月後帰ってくると思う。ニコ生は続かないんじゃないかなっていうのが俺の予想かな。前の枠で100万ポイント投げられたらしいよね、うん、だからね、結局ね、俺はでもね、逆に支払いサイト4ヶ月はね、長すぎるよね、ちょっとね。要は内部留保したいんだよね、多分。うん、で、今度は、何を話そうとしたんだっけな。はい、ワドツ、トモさんいらっしゃい。いやー、DV マヤさんね、蓄えがあるって言うけど、俺、配信者見てるけど、ヒカルくんって例えば、ヒカルくんを例えに出すよ。3倍目ヒカルくん。3倍目ヒカルくんって、ステッカー半年間でいくら売ったか知ってる？年間300、半年間旅してるだけでステッカー代350万なのよ。すごいでしょ。しかも、そのステッカーの原価っていうのはヒカルくんが払ってなくて、リスナーさんが作ってくれたの。つまり、ヒカルくんは自分のネームバリューだけで、ステッカーをデザインしてくれて、作ってくれて、プレゼントされて、それを売るだけで、年間350万稼いだの。そのお金蓄え、今どうなってるかっていうと、本当に彼の生活見たらわかるけど、一晩で3万4万お金使うのよ。お酒とホテル代で。だから結局今現金ないの。ヒカルくん貧乏でしょ。だから、蓄えがほとんどやっぱりないよ。金梅さんですら、そう、数百万プレゼントされても今やっぱ貯金ないって言ってるもん。ないよ。みんなの飲み方見てごらんよ。配信外でも飲んでるから。だからちゃんとしてる性格の人だったらあると思うよ。ないないない。配信者の性格を分かってないんだよ、マヤさんは。普通の人と同じ感覚じゃダメ。星あずき猫さん、こんばんは。トークが楽しい、ありがとうございます。だから俺はね、やっぱりね、無理があると思うよ。ただしばらくバブルは続くから、ニコ生でコミュニティ、でっかいコミュニティを持ってる人は喜ぶし、使うと思う。で、元ほら、金梅さんとかゆいがさんとかうなちゃんマンとかストックしてる、要はフォロワーさんがいるでしょ。だから
帰る人は増えると思ってんの。俺は逆にそこが隙間だと思ってて、今ふわっちをやるのが熱いと思ってんの。ふわっちに残る人がふわっち好きな人だから。あ、皆さんもしよかったら無料アイテムよろしくお願いします。風船ガムっていうアイテムがあるんで、今ねふわっちのキャンペーンでふわっちシップスっていうのやってて、そこで上位になりたいなと思ってるんで。今何位なんだろう俺ふわっち見てみようか。ふわっちシップスランキング、俺はねコンソメ味っていうのやってんだけど、ランキング10位に入らないと次の戦いに行けないんですよ。アイテムありがとう。見てみようか。あ、卵味噌ね、今日番組発表すると思う。今日の夜9時か10時ぐらいには YouTube 公開されるから、断完塾興味ある人は俺の Twitter フォローして夜9時ぐらい貼ってて、公開してますんで。ふわっちシップスどうだろう、今何位だ俺。コンソメ派、橋本くん1位なの、すごいな。俺今何位、24位まで下がってる。これ10位に入んの難しくねえか。弾丸塾はキャプチャー OK です。弾丸塾キャプチャー OK、 許可取りました。だから卵味噌が受枠で、ここになんつうんだろう、映像を表示してやっていいよ。こうやってで俺のことなんだよとか言うんだろ、俺のこと悪口言ってんじゃねえかよとか言うんでしょ、ダンカンこの野郎とかやりたいんでしょ。 OK だよ、 OKOK で、リツイートだけお願いしたいかな。拡散、拡散とチャンネル登録の誘導してやりたいでしょ。 OK 取った、許可取ったから OK です。だからバンバンアピールした方がいいよ。まあでも卵味噌はごめんね、ごめんね卵味噌本当にそんな感じかな。トモさんは一つ、池田大好きだ、大作さんありがとうございます。ごめんね卵味噌、力になれなくて。弾丸塾ね出たかったよね、ごめん本当解放と卵味噌には本当多分3年ぐらい謝り続けないと。よいしょ。でもね多分ね弾丸塾ね、ほらみんなさプッシュと比べてたでしょ。弾丸塾、今弾丸塾っていう番組始まってスタッフで入ってるんですけど、ダンカンさんが配信者と絡むっていう企画で、で右の人はある北郷さんって言ってビートたけしさんの付き人をずっとやられてる方なんですよ。だからたけしさんの懐刀って言われて、今構成作家とかもやってるのね、たけしさんの番組で。そういう方なんだけど、配信者を募集しててダンカン塾の塾生を募集するっていう企画が始まるんで、今日ね発表するんで、もしよかったらツイッターフォローしていただければ、夜9時ぐらいに僕のツイッターでその弾丸塾の宣伝 URL リンク貼りますんで、え、皆さん見てください。その弾丸塾のねチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。味噌つってフフ俺ちょっと卵味噌の枠見てえな。逆に卵味噌 LINE で教えてよ、弾丸塾枠やるとき俺見たい、お前がへこむところそれ見せてね、頼むよ、俺に LINE ちょうだい、今から呪縛やるわっつって、お前がボロボロになるところ見たいよ
見せてくれ。どんなリアクション芸やるのか見たいわ。結構面白いよね。ダンカンさんが誰をどうね評価するのかっていうのは俺も楽しみにしてるところだから。ダンカン塾今どうなってんだろう。マッキー黒、はい、ダンカン塾の評判どうだ。結構意外とみんな気にしてるからね、ダンカン塾どうなんだろうって。待ち遠しいよな。クリショーポイントのランキング単位が缶え缶でえ三つぐなの、三つぎ缶じゃないか、三つぎ、なんて読むのこれ。おー、三つぐ。いや、なんか俺嫌な予感してきたんだけど、7割って、っていうかさ、まずなんだけどニコ生ダメだなって思うところが、ふわっちは半分ってちゃんと書いてるわけじゃん。もう皆さんご存知の半分ですよって分かってるわけじゃん。だから安心感があるじゃん、投げる方も。70% らしいよって言ってるわけじゃん、今。配信者も把握してないってことでしょ。それどうなの？ニコ生投げ銭。いくらって公表してんだろう。いくらって公表してんの、ニコニコは。7割っていう噂だよね。なんかそれを把握しないで投げてるっていうのが俺すげえなと思うんだよね。書いてないもんね。だね、俺蓋開けてね、7割も払わないと思うんだよね。依存サイト程度みたいなこと言ってた。そんなさ、ざっくりしたさ、サービスにさ、牛丼、他の牛丼屋さんと同じぐらいが並盛りですみたいな。いや、並盛りはこれくらいの大きさですよって写真見せろよって思わない？俺すげえのに勝て投げてるなと思うんだけど。いや、大盛りはどれくらいなんですかとかさ、わかんないじゃん。これさ、下手したら4割とかあるぞ。5割なのかな。俺ね、でもね、唯一いいなと思ったのが、ニコ生とかキャスもキートス始めたじゃん。それがあることによってフワッチが危機感持って、俺フワッチね、多分ね 6.5 割マックスになる未来が読めてんの。多分ピークで払える金額は 6.5 なのね。これなんでかっていうと、多分従業員数とか拡大してないのよ。サーバーも強化してないの。
で今回収をしてんので、昔はトップが200万円ぐらい稼いでたんだけど、今1000万クラスで稼いでるのよ。っていうことはもう多分ふわっち全体の月の売り上げって10倍ぐらいになってるはずなんだよ、俺の考えだと。リスナーさんの数も増えたし、っていうことはまだちょっと損だとしても割合が全然 35% の取り分で運営できるよねっていう判断をしそうな気がする、ベンチャーだから。だからね、他のサイトが5割とかやるじゃん、そしたらベンチャーだから、じゃあうちパー上げるわってやって、要は招き猫みたいなアイテム増やして、で勝負をして、でやっぱり勝つのふわっちだと思ってる。なんでかっていうと、ニコ生とかツイキャスでもサイトがでかくなりすぎてるから、あのね、要はパーセンテージ上げると株主から文句くると思うの。ふわっちはね、多分ね、そこまででかい会社じゃないからあんまりうるさくないと思う。ゴリゴリやってるもん、新しいサービスを。でもキャスでね、最近いいサービスが出たんだよ。俺ね、キャスすげえなと思ったのがあれ、要はタイムシフトってあるでしょ、あれを YouTube に上げられるようにしたの、自動で。 YouTube にこの動画上げてくださいとボタンを押すと勝手に上がるのよ。これめちゃめちゃいいのよ。要は広告料取れるから、だからふわっちもこれは真似すべき。ワンボタンですぐ上げられるように。これはいい仕組みだよ、本当に。よくない？だって動画ってさ、サーバーに負荷めちゃめちゃかかるのよ。でお金になってないの、ふわっちは。で俺はね、ふわっちがやるべきなのはね、過去の動画タイムシフトに対して投げ銭ができるとか、そういう、もう要は放送やってないと投げ銭できませんっていう仕組みを変えて、もうコミュニティ自体にバンバン投げ銭できるようになったら、例えばツイッターでその今放送できない状態なんだけど、その投げ銭してくれるとこういうことができますっていう風にツイートしたら、コミュニティに投げられるじゃん。だからそこはね、ありなんじゃないかなと思ってんだよね、ツイキャスの運営さん。そう思わない？だからタイムシフトで見るだけでサーバー引くって、そう、裏投げは欲しいでしょ。だってそれ導入したところで別に何にもないわけだから、ふわっちにコストかかんないんだもん。寝てる間に売り上げ上がるっていうのが YouTube の最大の強みじゃん、一回動画上げたら。だからそれはね、考えてほしいんだよね。どうなんだろうな、やってくんないかな。お、これはどうかね。はい、来た。おー、いいね。ここのさ、のんちゃんさ、線がだから細すぎるんだってさっき話したけど、この縁の線をもう少しだけ気持ち太く、気持ち外この細さだと潰れる可能性ある。うん、で鼻もうちょっと黒が多い方がいい、俺は。あの少し、あのなんつうの、白が入ってるぐらい。うん、鼻は黒でいいよ、あの鼻はね。まあでもいい状況になってきたよね、これね。すっごく配信会がいい状況で、ふわっちができてから稼がないとダメなんだっていう風潮ができてきたし、あのなんつうんだろう、ライバルサイトができることによって取り合いになると、今度サービスの改善に走るじゃん。昔ニコ生がなんでこんな殿様営業やってるか、なんでこんなクズみたいな商売始めちゃったかっていうと、ニコ生しか配信サイトがなかったから、結局俺のサイト使いたかったら金払えよって言って殿様営業になったの。でもツイキャスにそれで閲覧取られて、ツイキャスにシェア取られて、フォロワーさん取られて、で今度ふわっちが投げ銭お金持ちのリスナーさん取られて、でゴテゴテになっていくわけじゃん、ニコ生が。だけどニコ生が頑張ることによって、ツイキャスも頑張る、ふわっちも頑張るっつって、
俺ら配信者からするとやっとこの時代が来たっていう感じなのよ。頑張れば頑張るほどフォロワーさんも増えてく、人口、リスナーさんの人口も増えてく、でお金も稼げる。やっぱりね、お金を稼げるっていうのはいいことなんだよ、どう考えても。だって YouTuber がね、お金稼げるようになってテレビとかで取り上げられて有名になったじゃん。だけど YouTube がお金稼げなかったらこんなに人口増えなかったよ。そう思わない？ YouTuber っていう言葉がなかったら、 YouTube ってな、何ってなんかテレビの違法動画アップロード見れるサイトでしょで終わってたと思う。俺はここはすごくでかいことだと思う。じゃんじゃん稼いだ方がいいよ。業界がでかくなんないと俺ら良くなんないんだもん。動画の広告、ふわっちですか？YouTube はもらえます。ニコ生はもらえます。ふわっちはもらえません。そう、文化に値段がつく時代っていうかね、俺はね、逆に人にも値段がつく時代だと思ってる。商品よりも、物とかにお金があるんじゃなくて、人自体にお金投げる。そう。だから、クラウドファンディングって企画に投げてたじゃん。これも古いと思う。もう好きな人に金払うっていう。俺、評論家だよ。あ、俺がやろうか、それは。ね、そうだよね。人に投げられる時代になったよね。だから何をやるのかじゃなくて誰がやるのかの時代になってきたんだよ。誰がやるのか。いや、俺ね、雇用っていう概念がもう、あのね、どんどんの、もうね、多分ね、正社員っていう概念 10% だと思うよ。今後は。で、アルバイトをしながら何か、そう、副業をやるっていう時代なんだよ、今は。国民の義務、三大義務、教育、納税、勤労じゃなかったっけ？教育、納税、勤労。だから働くっていう概念が変わろうとしてるよね。働くとは何なのかっていう価値の考え方。例えばさ、江戸時代とか以降ってさ、農民が9割ぐらいだったわけじゃん。で、農業をやってなかったら怒られたと思うの。普通の農民からすると。でも今、農業ってやるのは専業職になって、農業だけじゃなくて、例えばさ、なんだろう。芸能界で働いてるアイドルとか芸能人とかってさ、そう、農民9割が当たり前の時代だったら、やっぱり不良扱いされてたと思うんだよ。だから歌舞伎役者とか実際不良だったらしいんだよ。あの、不良っていうかその、なんつうの。なんか歌舞伎って言葉があるけど、その、三味線弾くやつは今で言うロックミュージシャンみたいなもんだったんだって。それと同じでさ、でもさ、今歌舞伎は伝統芸能になってるわけですよ。歌舞伎役者に働けって言わないでしょ。お前、小じきかよって言わないじゃん。いやー、すごい職業ですねってなるわけじゃん。それと同じなんだよ。時代の転換期で価値観変わるから。だからサラリーマンをやることが偉いっていうのは俺は古い考え方だと思ってて、
別にやりたいことをやってお金稼いでもいいよねっていう、っていうのももう食料飢餓の問題もね、だいぶ克服してきてるし、あのお金を稼ぐよりもやりがいを求める時代になってきてるから、だから俺は今の時代っていうのはやっとなんか、なんだろう、やりたいことをやる。で、お金稼げるかどうかは別問題。フォロワーの数で決まる。要は投げてくれるファンの数で決まると思ってるけど、やりたいことをやることを優先する人が増えてくると思う。おお、お嬢いらっしゃい。お嬢 T シャツデザインできたよ。見る？バックプリント。お嬢。お嬢目立つよ。今ね、T シャツの裏面はできた。裏面。いくよ。これがバックプリントで、お嬢、これね結構いいところにいるよ。お嬢これね、あの小さく見えるけど、あのお嬢ここにいるでしょ。なかなか目立つでしょ。これ花火投げた回あるでしょ。これあの実際はもっとでかいかんね。あのデータだから小さく見えるだけで、ほらお嬢はね、ほら目立つでしょ、うん、こんな感じであのリスナーさんの名前入ってますんで、ぜひぜひあの捨て頃の時に先行販売しますので、5000円で T シャツ販売します。今ね表面のプリントをねのりこと一緒に作ってますんで、もう少し待っててください。ね、まずね、二つ。あの、お嬢はさ、ほら、グレート花火投げてくれたから、文字が大きい枠なの。で、これね、デザインの問題なんだけど、普通の人ってさ、4文字とか5文字とかの名前じゃん。だけど、お嬢って漢字で2文字だから、この枠取れたとしても、二つ、お嬢って出るのよ。これが、なんだろう、なんとか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 だと、潰れるでしょ。だから、ペコポコランドとかさ、文字数多いじゃん。この枠を、お嬢の枠は結構大きめの枠を取って、さらに2文字だから目立つ。短い固定版の人は目立ちやすい。例えばこれで言ったら、長谷友さん、ノンラブさん、ロビさん、タムタムさん、イチローさんと同じ大きさなんだけど、文字数が、ロビは2文字だから目立つんだよ。そういうこと、そういうこと。だから、ソソとお嬢は同じサイズの枠取ってるけど、要は花火5発分の枠の大きさなんだけど、文字が少ないから目立つっていう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。ナンバさんいらっしゃい、ワード2、ペコポコランドワード2。これがデザインですね。これが背中に入ります。結構好評ですね。いいじゃんって、よく配置したねっつって、いいでしょ。これが背中に入ります。まあ、結構いい感じになったかなっていう、なんか映画のジャケットみたいだね。よくない？結構気に入ってますよ、僕は。配置のバランス良かったでしょ。今表面をのりこと一緒に作ってる感じ。大変すっちゃかめっちゃかてんやわんやですよ。バランスいいでしょ、うん、いや頑張ってるもん。昨日寝ないで作ってたかんね。頑張ったよ、夜鍋して。
今日もロードワークか。ロードワークやだな。きついんだよな。風船ガムありがとう。アイテムありがとう。ニコ生ね、俺は戻らない。今んところ戻るつもりはない。今はもう、ふわっちでやってくっていうのが俺の考え方かな。なんかね、3、4ヶ月後にがっかりするっていう思いを何回もしてるから、ちょっと今んところ信用できない。もう半年間ぐらい様子見て、周りがちゃんと収入取れてたりとか、まあ、ふわっちがかそったりとか、もう、食えなくなったら移動するけど、今んところ俺はふわっちが好きだな。のまいぬさんいらっしゃい。便所さんが T シャツ業者がこの時期混んでて捨て頃間に合わないってうなられてた。あね、混んでると思う。夏にイベントとかがあるから。だから俺はもう予約してたの。この日に行くんでって1ヶ月ぐらい前から打ち合わせをしてて。で、そこの業者さんで T シャツを作って、で、ステッカーはまだ在庫がいっぱいあるから、ステッカーはいいんだけど、旗を作った、物販の。物販席の旗を作ったね、バムフラップ。俺ね、頭のいい人が一本絞るっていうよりも、多分なんだけど、うなちゃんマンとか、金梅さんとか、本当に稼げたらニコ生に帰ると思ってるの。で、ふわっちからとかツイキャスからとかニコ生に変える勢が増えるんだよ。香川さん、桃七とか、新やっちょとか。で、そうすると、ふわっちが好きな人が見るものなくなるから、だから俺、その時に俺の、なんていうのかな。じゃあワドを見るか、みたいな感じで、逆にニコ生で勝負するよりも、お前ふわっち好きなんだなって言って再評価される気がするんだよね。そう。みんなもそうでしょ？お気に入りの配信者やってなかったら俺の放送来るじゃん。だから待機場所なんだよ俺って。っていうことはさ、お気に入りの人がニコ生行っちゃったら、結局待機場所誰が守るのっつったら、いないでしょ今。中堅どころでそこそこ、雑談ができて、で、まあ、なんつうの、安定感がある配信者っつったら、ランハゲさんとかか。ランハゲさんとか俺とかになるでしょ。逆に、なんつうんだろう。その、ニコ生が流行った時に、ふわっちに残るリスナーさんっていうのは、本当にふわっちが好きな人だから、そういう人たちと絆を作りたいなって思ってる。俺はもう、ここでやる。まあね、グッズはね、やっぱ作りたいよね。記念だからね。前回はこのステッカー作ったんだけど、ほら予算がなかったから、貧乏だったからステッカーしか作れなかったんだけど、今回はね、だから結構いいよ。ステッカー3枚に T シャツができたから、だんだんゆっくりゆっくり充実していってるかな。これが第1弾、これが第2弾。で、第3弾が、これはまあ、便所さんからもらったやつだから、在庫限りがあるけど、これか、捨て頃ステッカー。これ3枚あるでしょ、捨て頃。で、ラインナップも500円。これが500円。こっちが1000円。で、T シャツが5000円っていう風に、その価格帯が分かれてるから、まあ、自分のお財布の都合に合わせて買えるから、結構ありなんじゃないかなと思ってるけど、ステッカーどれ買おうかな、みたいな。俺としてはね、他にもね、ピンバッジ作りたいとか、あとシルバーの、制作があるから、グッズはこれから増えていくと思うよ。で、今ね、やろうとしてるのが、3D スキャンを配信者がして、で、俺が例えばウィーンっつって 3D スキャンするの。それをこういう大きさにシルバーのペンダントトップ作ろうと思ってんの。これ今、話し合ってるところ。で、シルバーは銅で販売するんだけど、第一弾。それで例えば、金梅さんを作りたいとか、テルが作りたいとか、ヒカルくんが作りたいって言ったら、一緒に 3D スキャンして、で、まあ、うちのラインナップでこう、配信者ペンダントっていうのを作ろうと思ってる、こういう。
それが捨て頃5の流れかな。多分メイン商品になると思うよ。3D スキャンしたこれくらいの大きさのペンダントトップ、シルバー。今考えてるのはそれ。自分のさ、推してる配信者のさ、これくらいのフィギュアのペンダントトップってアイディア良くない？結構面白いと思うんだよね。どう、のんちゃん、いい感じ？あ、尖らしてんのもやってくれてんの、ありがとう。っていうかさ、俺さ、昨日のさ、アップルの発表見た？みんな。もうがっかりしちゃうんだけど、iPhone SE が2が出るっていうからさ、すげえもう絶対見ようと思ってたんだけどさ、何あれ？ほんと、スティーブ・ジョブズいなくなってからどうかと思わない？どう思う？誰がこれ求めてんだよっていう機能ばっかりなんだもん。ボイスメモが新しくなりましたっつってティム・クックがドヤ顔してる時に俺びっくりしたんだけど、ボイスメモとか使ってる？あの録音機能、ああってやつ。いや、使ってる人いると思うよ。いるけど、ボイスメモをバージョンアップしろなんて誰も考えてないでしょ。アップルウォッチのシステム改良しましたっつって、でも開発者向けの発表会だとしてもどうなの？どうなの？俺らが望んでるのはそこじゃないでしょう。そこで新型 iPhone が出るっていう噂だったんだけど、 SE、 iPhone SE の2が出るんじゃないかって言われてたんだけど、全くなかったの。だからアプリケーションとかソフトウェア、あとあの Mac の新しいやつが出るんだけど、なんつったっけ、モハドだっけな。そう、俺 iPhone そろそろ買い替えようかななんて考えてたから、すげえ楽しみにしてたの。がっかりだよマジで。そうなんだ、あれ開発者向けのプレゼンテーションなんだ。あー、ちょっとね、 iOS はね最近ひどいよね。まあ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 、あと、俺さ、でもさ、アップルのさ、ドヤ顔がさ、超面白くてさ、今後は、なんかソフトウェアを強化して、なんか、安心で健全な、なんかソフトウェアを開発しましたみたいなこと言ってんだけど、お前よく言うよな、みたいな。iPhone でバッテリーをさ、なんか、
バッテリーがさらに良くなりますとか言ってるけど、バカ野郎って、てめえらさ、バッテリーをさ、勝手に劣化させるプログラム開発して買い替えさせようとしてたじゃねえかよみたいな、お前の会社が言うのかよとか思ったもん。すごいよな、ほんと。なんかバッテリーの持ちが良くなりますなんつって、バカにすんなよとか思って。あ、結構マキルはじゃあ肯定派なんだ、昨日のは。いやでも俺ら一般庶民からするとさ、ボイスメモがどうとかさ、ダークモードとか言われてもピンとこないよ。なんかちょっとがっかりだったよ。残念だった。会場の拍手は桜でしょ。なんかだからジョブズのプレゼンテーションがいかにすごかったかわかるじゃん。たったのさ7分間で要約して伝えたいことだけを伝えてたじゃん。やっぱプレゼンテーションの差っていうかさ、なんかごちゃ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 してて、なんかドワンゴのさ、ドワンゴのなんかクリエイターなんかドワンゴのなんかあれみたいで嫌だったよ。俺はねニコ生やんない、立花さんフワッチャーだから。俺はボイスメモとかどうでもいいよね、今までの機能で十分だわって。ただアップルで唯一いいなと思ったのはキャプチャー。要はこういう MacBook あるじゃん、これでデスクトップキャプチャーと動画キャプチャーが簡単にできるようになったの、これはいいと思った。これはさすがと思った。今ね、クイックタイムだっけな、動画をキャプるときクイックタイムプレイヤーを使わないといけなかったんだけど、キャプチャーはいいですよ、すごくいい。それだけ俺は納得いったの。紙だよね、ほんとね。まあなんつうんだ、狂ってたけど、狂ってるぐらいだったけど、やっぱ良かったな、ジョブズがいた頃は。Mac と iOS を融合するって言ってたのを完全に否定した。あれでしょ、あのこっちと、こっちのソフトウェアとこっちのソフトウェアを統合するって話でしょ。やらないって言ったからね、はっきり。多分それだよね。iOS と、なんて言うんだっけ、こっち。やらないらしいね。いや、やらないでしょ。俺それはティム・クック正解だと思うよ。俺らはしてほしいけど、その要はジョブズって囲い込みのビジネスうまいじゃん。要は全部 Mac 使えっていう人だから。でもさ、今の時代 Windows のシェア率とか考えたり、 Android と Mac っていう風な人とかいろいろいるから無理だよ。うん、俺らはやってほしいよ、 Mac ユーザー側からすると。信者だから俺らは、アップル信者だから。でも一般ユーザーからするとそれはやめてくれって思うでしょ。まあでも、強気にやるか、まあ弱気にやるかだよね。ジョブズはシェア自体っていうか、そうマーケット自体を作る人だったから。いや、ジョブズはそういう人でしょ。要はだからハードウェア俺ら作ってるんだっていう、ちゃんとコンセプトがあるから。だけど今のシェア率とか今の商品開発能力でそれはできないよ。だから Mac も衰退していくよ、 Apple も。だって、おはようメアリーラブ、今日もよろしくね、おはよう。いやでもやってほしいっていうかね、ジョブズみたいな人は無理だよな、もう。どうかね、どうかね。お、いいじゃんいいじゃん。お、いいじゃん、ここかっこいいよ、のんちゃん、いいねいいねいいね。鼻のさ、この細かいさ黒って乗らないんでしょ、インクが。こう頑張って乗せることできない、このプツ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 。いいんじゃないいいんじゃない、新バージョンいいんじゃない、どう。もうちょのりこね、この目のさ中の線あるじゃん、こうやって画面で見ると分かるんだけど、やっぱ細いんだよ少し。要は外縁と同じぐらいの太さに統合できるかい、言ってる意味分かる。これさ、外の縁のラインと同じぐらいの太さにして、少しもうちょい太めに、気持ちいいよ。でも
いいよ、のりこ。のりこ T シャツができるよ。いや、楽しみだな。あ、でもやっぱなんだかんだ俺はもうスマホはアップルから乗り換える気ないな。でもね、俺が唯一望んでんのはね、やっぱね、内蔵カメラをもっと良くしてほしいのよ。配信、T シャツのデザイン、今のは今捨て頃で着る時の T シャツを物販で販売するんだけど、それを今作ってる。リスナーさんの名前入り T シャツだから、記念になんか作ってんの。100人ぐらい、93人かな、約100人ぐらいね、名前連ねてもらったから、なんか嬉しいよ。なんか俺バンドマンだったからさ、そのバックドロップって言って後ろの旗作ったりとか、メロコアのさ、バンドマンがさ、CD のジャケットってあるじゃん、歌詞カードの。あそこの後ろにスペシャルサンクスって言ってさ、友達の名前とかバーって入れてたの、すげえかっこよくて、どうしてもやりたかったんだよね。で、俺からするとさ、やっぱリスナーさんしかいないわけじゃん。だから、リスナーさんの名前書いていい人募集して、で、名前入れさせてもらって、背中に100人近くブワーって入ってんだよね。今回はなんかコンセプトは当たりかなとか思ってて、なんかリスナーさんも結構好評で、名前入れてくれて嬉しいわとか言ってもらえて、なんかいい企画だなと思って。アングルはね、カメラを2発にしたの。だから通常アングルもあるよ。こっちと2発。アングル変わったわけじゃなくてカメラを増やしたの。達也さんいらっしゃい。ニコ生で俺見たいの？なんで？ニコ生か。俺はちょっと反対派かな。ふわっち大好きだし、ふわっちで稼がせてもらってるから、俺ほんと人生変わったのふわっちだかんね。だからね、やっぱね、ふわっち裏切りたくないんだよね。ここの運営さんが大好きなんだよ俺。だからやっぱサービスは人が作ると思ってるから、なんか投資をするとか時間を割いたりとかするんだったら、やっぱ信頼できるサイトでやりたいっていうのがあるんだよね。見てみたいっていう気持ちは嬉しいけどね。毎週すいません、ババアが初めてビットキャッシュ買ってきたのに何回やってもできない。ビットキャッシュってなんだ。アイテムを買うってことでしょ。俺ビットキャッシュ買ったことないけど、ふわっちを買いたいってことでしょ、アイテム。誰かわかる人いる？メアリーラブ。和道のババアたち、かわいいからな。よっしゃ。これか！ビットキャッシュキャンペーンか。10% 還元。これをやりたかったんだ。多分そうだよね。これだね。キャンペーン中にビットキャッシュ、マイビットキャッシュで一度に3000円分以上のアイテムをご購入いただくと、抽選で20人に1人に利用金額の 10% がその場で還元されます。20人に1人なの？詳しくはこちらをご覧ください。ふわっちビットキャッシュキャンペーン。ちょっと待って、今俺も勉強してるから待ってね。だね、和道リスナーのババアは確かにババアなんだけど、綺麗なババアが多いから、和道リスナーを舐めてはいけない。熟女枠だから。ちといらっしゃい。3000円以上のビットキャッシュ、マイビットキャッシュを含むでアイテム購入すると、キャンペーン方法。近くのコンビニ、その他でビットキャッシュを入手を。これは OK だよね。これ OK だよね。で、ふわっちで3000円以上のアイテムを購入。支払い完了後、抽選結果がすぐ分かると。っていうことは、なんか、どこにひらがな？ OK。ちょっと待って。アイテムを買うんだよ、多分。アイテムを買って、
アイテムの、俺アイテム買ったことねえからな。プレミアムアイテム。で、例えば大花火1個を買おうとするときに、どうすんだ？支払い方法。で、アイテム1個選択して、で、支払い。支払いはどうやってやんだ？ちょっと待ってね。俺もわかんねえんだよな。ちょっと待ってね。支払い。で、ここでビットキャッシュをクリック。で、選択。購入手続き。で、これでいいんじゃないの？ひらがな ID で支払うと。これのことじゃないの？これじゃないの？ひらがな。ほら。これでしょ。要は、普通に買うじゃん。アイテムを買って、なんか1個やって、支払い方法をビットキャッシュ。こういう流れじゃないのかな。どういうことなんだろう。ああ、なるほど。わかった。そういうことか。ありがとう、教えてくれて。ビットキャッシュを選択するじゃん。多分ここまでは行くんだよ。で、購入するじゃん。ね、購入手続き。で、その時に、今、マキルが教えてくれたんだけど、コンビニなどのお店でビットキャッシュを入手された人は、ここに打つんだって。ひらがな。で、一個戻ってみようか。で、それだ、それだ。二つあるってよ。わかった？わかった？はい、こんにちは。星あずき猫さんいらっしゃい。どうだろう。携帯でもう、多分携帯ユーザーだと思うんだけど、メアリーラブさんが。どうなんだろうな。ひらがなを入力するって書いてあったよ。なんか購入を進めていったら。なんか、ウェブマネーも統合してほしいよな、ちょっとな。お金の種類が増えすぎてる。今、現代。なんか、アマゾンギフト券とかさ。すごいよね。これ、要はお金じゃん。おい、糸と風船ガムありがとう。イベントね、いや、低いよ。やばいね。見てみようか。10位以内に入ればいいんだけど、グループの。男性モデルで、俺はコンソメなのね。さあ、何位かな？今ね、10位に入ってない。24位だよ。メアリーラブね、マキルが教えてくれた。カードの裏をめくると、ひらがなで ID が書いてあるから、それを入れるんだって。ありがとね、マキル教えてくれて、丁寧に。今ね、俺ね、24位だわ。誰か、爆投げして。いやー、まだ全然だよ。狙いたいんだよ。誰かみんなさ、有料アイテムの、あれ投げてよ。なんだっけ、ふわチョコ？パスワード変えてもできない。パスワードってなんだろう。ビットキャッシュはゲーマー用なんだ。残念だよ。閲覧はこんだけあるのにね。全然だよね。携帯変えたら、携帯しゃがれできなくなっちゃったんだ。そっかそっか。道理で最近トト投げてくれないなと思ったら、そういうことだったのね。残念ですよ。そういうことだったんだ。やばいよ。助けてよ、トト。ブラウザからじゃないとダメなんだ。メアリーラムね、ブラウザって言ってもわかるかな。パソコンとか、
要はアプリではダメらしいよ、メアリーラブ。ブラウザって言ってサファリでふわっちってけん、どうやってやるんだろう。パソコン持ってる？コンビニ行った時ウェブマネーになったんだ。メアリーラブパソコンからログインするといいかも。パソコン持ってたら、要はアプリで支払いができないっぽいよ。パソコンでログインしな、パソコンで。どうかね。お、いいじゃん。うん。いいんでない。これで行こうか。うん。いいんでないかい？あ、うん。うん。うん。のりこ画伯。いいんでないでしょうか。なんかうまくいきそうだよね、今回。いいんじゃないかな、ちょっと待ってね。いいんでないでしょうか。うん、これでいきますか。じゃあ俺がコンビニに行ってスキャンすればいいのか。じゃあのんちゃんさ、お疲れのところ申し訳ないんだけどさ、俺がコンビニでスキャンする間ちょっと枠頼むわ。はい、じゃあのりこに代わります。のりこ画伯にこの絵のポイントをちょっと聞いてて。のんちゃんこれヘッドホンつけて、マイクついてるから、おいら行ってくるよ。あ、絵のポイントはダメか、俺が絵描いてるから。あ、絵持ってくから。じゃあみんなのんちゃんよろしくね。のんちゃん頼んだ。どうも皆さん、こんばん、あ、こんにちは。お留守番です。トトさん久しぶりです。ゆうさんはじめまして。じゃあお留守番始めます。まめさんこんにちは。お留守番です。お留守番します。あ、こんにちは。あ、チョコボールありがとう。なんで俺の時に投げねえんだよ、マッキー。なんで 俺がさっき投げてっつった時に投げてくんなくて、なんでお前のりこの時に投げんの。トトさんおかしいだろ。ありがとう。ほんでのんちゃんの時投げんだよ。おったん、こんばんは。どういうことだよ。風船ガムさんこありがとう、まめさん。なんで俺よりアイテム欲しいんだよ。やめろ。こんにちは、わたあめさん。人気ねえみてえじゃねえか、俺。なんでアイテム。あ、ともさん。ふざけんなよ。風船ありがとう。なんでありがとうだよ。ふんふん。ええな。マイナスドライバーないかな。プラスか、これ。プラスか。マイナス、これでいいや。ああ、トトさん、花火ありがとう。さっきお前、携帯電話変わったから花火投げらんねえ。なんだよ、それ。携帯電話で花火投げらんねえって、なんで俺の時投げねえ。あ、ゆりゆりさん、ありがとう、ありがとう。なんだそれ、卑怯だぞ。出しぶりやがってよ。もう嘘つきばっかりじゃねえかよ。なんだそれ。買えんじゃねえか。
前に買ってあったやつだって。おかしいだろう。佐藤さん面白い。みんな偉いこっちゃ、偉いこっちゃ好きだよ。ミヤリーラブさん頑張って。あ、えらいこっちゃ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 、花火ありがとうございます。あれー、しまってね、チェーンがつかない。これでいくか。マッタさんありがとうございます。いいね、ありがとうございます。アカウント作らないとダメだよ。なんだろう、あ、ビットキャッシュかな。そうそうそう、アカウントを作るのか。なんか分かりづらいよね。うん、あのカードのやつね、やりにくい。そう、ウェブゲームとかやってる人だったら慣れてるけどさ、うん、こんなさ、普通の主婦とかのために作るような設計じゃないとダメだよ。分かるわけないもん、使いやすさだよね。うん、ウェブマネーの方が簡単かもって言って、うん、ウェブマネーは分かりやすい、まだ、うん、いやー、これチェーンつかねえな。いや、行ってくるわ、とりあえず。はい、後にする、これは。アカウントにチャージする方法と、アカウントなしで直接フラッチに払う。いや、だからブラウザの概念が分かんないんだって、マキルメアリーラブが。サファリって言っても分かんないでしょ。だからアプリケーションとブラウザの概念が分かんないと、要はパソコンでログイン、パソコン持ってないんだよ、メアリーラブ。だからスマホでサファリで入るっていうの無理じゃない？説明すんの。ちょっと行ってくるわ、ほら。はーい。あれ？これね、データ、うん、行きます。あのカードで払うの難しいかもしれない。携帯のサファリからフワッチの課金画面に行く方法説明が難しい。あ、携帯のサファリからフワッチの課金画面に行くんだ。のんちゃんの絵の T シャツが欲しい。ともさんありがとう。スマホでインターネット検索して。ああ、そうか、難しい、難しいよね。でもビットキャッシュの使い方とか。スマホでインターネット検索して、でインターネットでフワッチ課金、フワッチアイテム課金って出てきたらできんのかな。今は課金はなんだろう、au 支払いみたいので課金してる。結局でもクレカなんだけどね。 au 支払いがクレカになってて、それにそう au 払いっていうやつ。au ウォレットかな、わかんないけど、電話の明細
あれ？スマホの明細と課金した明細が一緒になってくるっていうやつ。そうそう、携帯払い。あ、多分ビットキャッシュだけど、多分パソコンだとやるのが簡単なのかもしれない、やり方が。選択画面とか。やり方統一してくれないと難しい。携帯払い、ああそうか、そうだよね。ヘルプにスクショ載せてくれて、なんか手順を教えてくれれば、なんかもうちょっとやりやすいかもしれない。ここから行ってとか、こっちからとか。なかなか、なんだろう、一回スマホで課金しちゃうと、うん、なんだろうな、スマホだけになっちゃうし、スマホ熱くなってきちゃった。ミヤリラブさん頑張ってください。頑張ってみてください。一回パソコンでやると簡単なんだけどね。そう、スマホ払いは後からちょっとね、スマホのなんだろう、携帯代金が高くなってびっくりする時ある。ウェブ購入画面あるんだ。スマホもなんか使い方が難しい。ウェブ決済の時、決済のがいい時があるからよく使ってた。ああそうか、難しいな。ウェブ購入画面、
ウェブでも携帯払いできる。ウェブ決済、携帯払いできるんだ。パソコンだとポチポチって選ぶだけだからすごい簡単なのに。結構なんだろう、あれも大変なんだよね。楽天のギフト券みたいのもポイントカードみたいのもなんかそこの画面に行くたどり着くまでが結構大変で、その番号をまた打ち込むのも楽天ポイントカードとかも買ったりとかして、たまにウェブ決済、ウェブ決済、ブラウザ版のふわっちにログインするのが山かな。ブラウザ版ふわっち、ブラウザ版ふわっちか。あ、おかえりなさい。ありがとう。じゃあ変わろうか。はい。ありがとうね。ちょっと。たけさんこんにちは。これやったら、ご飯食べ行こう。うん、はい。Thank you。よいしょ、どうも。おばさん泣きそうっつってね。よいしょ。タイマーありがとう、飯代ありがとう、トト大花火ありがとう、サンキュー、トトありがとう、皆さんアイテムありがとうございます。さてのりこのデータを見てみようか、どんな感じだろうか。のんちゃんのイラストどうだろう。うまくいってるといいけどな。のんちゃん配信者じゃないよ、リスナー、リスナー歴10年の君たちの先輩、黒帯。いいね、できた。これを今度は Photoshop を起動すると。ファイル、新規、
どうもプレゼントありがとう。アイテムありがとう。開く。スキャン。こっちだな。うん、来た。ちょっと待って待って待って。忙しいのよ。わかるよ。気持ちはわかるけど焦らないで。俺も俺でやらないといけないから。で、自由変形ツールはなんだっけ？編集自由変形。あれ？自由変形だとおかしくなんね。ちょっと待って。自由変形じゃなくて、あ、伸びちゃうんだ。ダメじゃん。自由変形じゃねえじゃん。ファイル、やり直し。あれ？違うよ。え、戻りたい。なんだこれ。なんだこれ。うるせえ。これでいい。買うっつ。めんどくせえな。で、イメージ自由変形。なんだこれ、うまくいかねえな。大丈夫。タケありがとう。気持ちだけ受け取っとく。ご飯行ってらっしゃい。今度はイラストレーターか。あ、皆さん、今日の夜9時ぐらいに弾丸塾、あの動画アップロードしますんで、お楽しみに。みんなリツイートお願いしますね。僕のツイッターリツイートしてください。あの夜9時にツイートするんで、フォローしといて。
でけえな、おい。イラストレーターのキャンパスサイズを合わせるってどうやってやんだこれ。あれ？イラストレーターのさ、キャンパスのサイズ、小島さんこの前あったよ、俺。小島さんあったあった。いや、かまってやれよっつうか、年上なんだけど、後輩じゃないんだけど。まあいいや、キャンパスサイズ、イラストレーターのキャンパスサイズ上げるのって、確か2個上だよ。うん。そうそう。あれ、ドラマーのあっくんじゃない？それサムネ。あっくんイケメンだよね。キャンパスサイズってどうやって変えんだ？まあ、いっか。飛ばそう。飛ばします。いや、結構俺年齢高く見られやすいんだろうな。老けてるかな、そんなに。ライズ、俺版あれやってたよ。ライズのコピー版やってた。あっくん。ネイムとか懐かしいな。ネイムとドリームキャッチャーか。無邪気だったか、昨日の心コロコロ忘れがちな今日この頃って。あと、Why I Meね。コロコロ転がしてた土でできた団子で遊んでたって。あいつはかっこいいよね。どこまで行けばいいか、何も見えないパート、うん、だってあれだもん、俺あのなんだっけ、スープの会ってわかる？池袋ウエストゲートかパークのあれ見に行ったもん、エキストラでタダで見れるっつって。好きよ、めちゃめちゃかっこいい。あのパフォーマンライザーなのね、要はライズ好きってことは。ライブパフォーマンスジェシーのえぐいよね。日本で多分屈指じゃないの、ライブパフォーマンスさせたら。Can't live without this anymore. Drum and bass, guitar to microphone.シフトをしながら、おう、あ、ごめんなさい、もう終わっちゃいました、それありがとうございますカレオさん。終わっちゃった、もうなんか独断で処理した。アメリカの戦争を止めに行く、音楽で止めに行くって言ったジェシー最高にかっこいいなと思ったけどね、俺あの時は。無理だったっつって帰ってきたからね。あれなんだろう、カラーパターンがなんでねえんだ。たまにあんだよな、この現象。わかりづれえな。だと分かりづらいのか。え、これさ、カラーが出てくるの、なんだカラー、なんだこれカラー、え、なんだこれ、なんでカラーが出てこねえんだろう、意味が分かんねえ。色がない、カラーブックかな。え、なんだよこれ、何これ、うぜえな。ねえねえ、イラストレーターのさ、ごめんね、もうダメだ。ピンクスパイダー出した時はかっこよかったんだけど、まあいいや、その話は置いとこう。このさ、黒いカラーを、カラーいじるところにさ、黒やったらさ、色がゼロなんだけど、これどうしたらいいの。
これ。そうそう、KJ が。これ何？なんか色がいっぱいあったのになくなってるんだよね。俺の色返してよ、これ。誰かどうにかなんない？なんでカラーゼロなの？これどうやってやんだ？パターンかな？なんだろう。なんでカラーがないの？スウォッチが、なんか普通のやつがなくなってんの。俺が普段使ってる一番基本的なやつ、赤とか黒とか、これよくわかんないんだけど、誰かわかる？なんで色が出てんだろう。さっきまであったのに。どうやってやんの？そう、普通のやつが欲しい。ベーシックかな。どうすりゃいい。なんで設定が変わるんだよ、こいつ。うぜえな。え、これも？これはあるんだよ。ほら。これが欲しいの、これが。これが欲しいの。でも、なぜか、こっち側だと、色がないんだよ。なにこれ。なんで？パレット？パレットってやつ？パレット。パレットなんかないよ。パレット。パレット。貼り付け。Mac の処方。え？モノクロが現行。ああ、それか。え、これわかんない、この URL。ごめん、この URL 送ってくれた人わかんねえわ。なんかいっぱいごちゃごちゃ入っててわかんない。これかな？イラストレーター。いや、多い。分岐点が多すぎる。わかんない、わかんない。違う。もっとなんかこう、パッと。ああ、パッとあるでしょ。なんかこう、そのボタンを押すと出るよとか。ね、なんでこんなんなんだ。めんどくせえな、マジでよ。いや、自分でなんとかするわ。独学でなんとかする。いい、もう自分でやる。なんとかなった。大丈夫。あ、マジで？ T シャツ5000円。なったなった。もう無理やり赤くしたわ。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。今忙しいの、俺。これいいね。あ、のんちゃんいい感じ。おわ、かっこいいかっこいい。のんちゃんいいよ、これ。いいよ。え、なんだこれ。いいよ、のんちゃん、これ、ほら。うん、いいね、いいね。いいじゃん、いいじゃん。あ、全然いい、全然いい。のんちゃんいいよ。全然いいわ。うわ、いい、いい、いいよ、のんちゃん、これ最高。いいバランス、いいバランスだね。のりこ画伯、いいよ、ほら。いいよ。これもうちょい拡大しないと。あ、これかっこいいわ。大成功だ、これ。これは大成功でしょ。だ、また作業が大変だけど、これはいける。あ、これいけるいける。いいね。いいね。あ。あ、これはいいわ。のりこ画伯の今、作業してるんだけど。この一個一個白をね、ポツポツ取ってんだけど。あ、これはいい作品になるよ。これはいいよ。いいね、のりこ。いいか、いい感じ、いい感じ。いい感じだよ。これはいいわ。
独学で覚えたやり方だからめちゃくちゃなんだよな俺のやり方。会社とかでやると、え、そんなやり方してるんですかって言われる。あのエクセルで表を作っちゃう人いるじゃん。エクセルで方眼紙作る人いるでしょ、おじさんで。これ便利なんだよっつって、あのタイプで、エクセルの機能分かってねえなこいつっていう。エクセル方眼紙おじさんって今いるのかな。え、こん中にさ、エクセルで方眼紙作る俺と同じタイプの強者いる。もう最近覚えたからもうやんなくなったけど、エクセル方眼紙楽しいよね。あれバカにされるらしいよ。これもなんか一括選択とかあるんだろうな多分。カラーを指定して。エクセル方眼信者ではないけど、あのデザインを組もうとしちゃうんだよね。エクセルで。あれはでも、あれはでも、ああいう、なんつうの、なんつうんだっけ、そういう、直感的に使うっていうかさ、その概念がなかったじゃん、昔。今、便利だよね、だいぶ。ソフト、アプリケーションもさ、直感的に使えるじゃん。なんて言うんだっけ、そのやり方。なんか、初めての人でも体感で使えるようにするやつ。昔は専門知識ないとできなかったもんね。いい時代になったもんだよ。だからさ、携帯とかで動画編集してる人とか見るとびっくりするもんね。小島グランプリね、動画うまいんだけど、小島グランプリさん全部動画スマホで作ってっかんね、あの人。びっくりしたもん。何やってんすかっつった。あ、動画編集とか言って。え？って。携帯でやってんすかっつった。俺パソコン持ってねえんだよとか言って。マジかと思って。YCY、わかんない。カタカナで書いて、ここカタカナとひらがな推奨枠だから、マキル、いい加減覚えて。横文字現金だから、カタカナ推奨だから。マキルが今会話してるのは中学校しか出てないから、わかる。スマホで漫画描く人もいんの、マジで。やば、マジか。スマホで漫画描くやついいんだ。すげえ時代だな、ほんと。あー、これいいよ。この感じとか出てるよ、のんちゃん、ほら。正解。あ、これはいい作品になる。よかった、書き直し。ありがとうね、のんちゃん。手間かかったけど、これは良くなるよ。これは良くなるぞ。あ、消えちゃった。キーボード入力っていうよね。もうパソコンを触、だから意外とパソコンを使えるっていうのがスキルになってるらしいよね。パソコン触ったことないガキとかがいっぱいいるんだって。でもさ、別にさ、そのなんつうんだろうな、求めてることができたら別にスマホでもいいじゃんっていう考え方も定着しないとダメだよね。表現の幅はさ、そのパソコンじゃないとは限界があるけど、別に会社とかでさ求めてるさ、なんかのなんかさ、別に大したことなかったりすんじゃん意外と。ほんとデザイナーとかは別だけどさ、ちょっとこれこうしといてってぐらいじゃん。だから俺の親父に聞いたの、パソコン全然疎いから、なんで親父仕事になんないでしょって。エクセルもワードも使えなかったら、なんでその親父パソコン覚えないのって聞いたの、パソコンできなかったから。そしたら、ああ、部下がやるからいいんだよって言ってた。あ、この感じかって思ったもん。だってさ、部下にさ、こういう文章作ってって言ったら部下が作ってくれるし、部下ってそういうもんでしょって言ってたの。説得力半端ないよね。だってそのために雇ってんだぜって会社って。って。だから部下が10人いて、10人のうちのやつが、その書類作ってくれるから俺別にいいんだよ、つって。その部下が作った書類をチェックするだけだから俺、つって。へえ、みたいな。
最強アプリなんだよ、そう、部下。でもさ、その部下はさ、仕事増えるわけじゃん。なんでさ、部下の方が忙しくて、でも絶対さ、老害扱いされてると思うの、会社の中では。でも、親父のその感覚を聞いたときに、あ、そういうもんだよな、仕事ってって思ったもん。だから若いやつが上司にあいつ使えねえとか言って、あいつ方眼紙書いてるよ、エクセルでとか、そういうことなんでしょ。それも含めて、やっぱ会社の醍醐味なんじゃないの。あいつマジか、みたいな。メールでデータで送ったのに、プリントアウトして手書きで書いてきやがったみたいな。構成を。あるあるだよね。ここ直しといて、みたいな。ね、しかもクラウドになってくるわけじゃん、今後。その、作業もさ、一括チーム編集でやるわけでしょ。もうおじさんたちついていけないよね。そう。でもさ、会社からすると、そのおじさんたちが高い給料なわけじゃん。で、部下が安い給料でさ、たまったもんじゃないよね。首切りたくてしょうがないわけじゃん、会社からすると。だから、もう雇用のさ、形が維持できないんだよ、やっぱり。もうだからフリーランスで雇って能力給でやっていくのが会社にとって都合がいいんだもん。部下にやらせるっていうワンタスク無駄なわけだもんね、完全に。ヒーヒー言いながら、まあでもね、楽しいけどね、パソコンはね。なんかだから本当におじいちゃん60歳とか70歳のパソコンのモチベーションってやっぱエロサイト見るらしい。だからさ、可愛いよね。人間のやっぱ根源ってエロなんだよね。それあのビル・ゲイツも言ってたけど、エロが進化させるっていう。全てのイノベーションはエロから始まるっていうけど、パソコンもやっぱそうだもんね。エロから始まってるもんね。すごいよな、人間って。エロに対する欲求、全部エロなんだよ。人類全てのモチベーションがエロから始まるって、なんかもう感動するよ俺。だってさ、あの日本がソフあれでしょ、あの VR の撮影カメラを日本で初めて導入したってソフトオンデマンドなんだよ。すごくない？そのさ、普通だったら映画会社とかさ、その東宝とかが買うべきじゃん。 VR とかなんとかってさ、いろいろやりたいわけじゃん。エロAV メーカーががっつり投資してんの、デマンドなの、みたいな。いや、そこね、俺結構好きなんだよね。エロが人類を変えるっていう。エロ本読まないって言ってたもんな、中学生のリスナーが。お前さ、エロ本拾ってあれだろ、ニヤニヤしてんだろとか言って、中学生1年生だったら川沿いとかにエロ本落ちてんだろ濡れたやつとか言ったら、何言ってんのワドって言われたもんね。エロ本なんて読まないよ俺らって。むしろ中学生でエロとかないからって言われたもん。もう小学生の頃からスマホ触ってるから、エロなんて腐るほど落ちてるよって言われて、はっずって思ったもん俺。だからそのなんだ、固定電話に女の子に電話して親父に怒られるとか、向こうの親の待ち合わせとか、その告白とか、そういう概念がないの、エロとか。そりゃな、童貞増えるわな。パソコンのせいだと思うよ俺、童貞が増えたの。だってさ、リア身近にいるブスよりさ、日本でトップクラスに可愛い AV 女優の方がねえ、それは彼らオナに進行するわと思わない？なんかね、俺悲しいんだよね。なんか俺はそれよりなんか身近にいる
ブスとセックスをした方が充実すると思ってんだけど、古いのかなこの考え方。生身の体験が一番良くない？綺麗な AV 女優でオナニーした数よりもブスを抱いた数の方が俺は貴重な経験だと思ってんだよね。なんか体験してないことを知ったかぶるやつが増えた気がするんだよね、ネットができてから。ネットキャバクラだもんね、ふわっちね、完全に。ネットホスト、ネットキャバクラで、もう芸事じゃないよね、はっきり言って。これ配信なのかって思うもん。これは、これ飲み屋でしょって思うよね。新しい風俗産業だからね、完全に。俺は芸人でいたいけどね。あ、お笑い芸人って意味じゃなくて、芸事だと思ってやりたいけど、それも古い考え方なんだろうな、多分な。古いんだよ。いやだから、これがダメだってさっき思ったんだよな。ちょっと待ってよ。いや、これ絶対かっこいいよ。ああ、全然いい、全然いい。今、テコ入れしてるけど。全然いいでしょ。これ全然良くない？白い部分抜いてるんだけど、ポチポチ。だんだん見えてきたね。全然いいわ。のんちゃんいいよ、これ。な、のりこ才能あるよな。怖いもんね、狂ってるもんね、感性が。のりこいいわ。絵描きゃいいのにね。ね、かっこいいよね。虫の作品すごいよね、狂気を感じる。え、のんちゃん、あのさ、のりこのあの油絵に虫埋め込むやつあんじゃん、あれって誰かの真似なの？な、ちょっと、ね、聞きたいんだけど、なんで油絵に虫を埋め込もうと思ったの、そもそも。ってだってさ、普通に学校の美術で、はい、それじゃあ皆さん今日は絵を描きますよって、絵の具でまず鉛筆で下書きを描いてくださいって、その後絵の具を塗ります、その後に皆さん公園に行って虫の死骸を見つけてきてボンドで埋めてくださいってならないじゃん。どう、うん、餌で酸素コオロギとか売ってんの。餌って何、餌、何の餌、魚の餌とか。魚の釣り餌ってこと？いや違う、なんか普通に観賞魚の。観賞魚？観賞魚。観賞魚。はい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 。魚の餌か。はい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 。それで乾燥コオロギとか乾燥イナゴとか売ってるの。いや売ってるのは分かるんだけど、なんでその自分の油絵に虫を入れたの？で、なんか花みたいに。それをね、書いてって、花近づいてみると、花の種かなと思って、そう、俺もそう思ったの、そうそうそう、なんかひまわりの種がいっぱい埋まってるんだ、素敵だなと思ったの、そしたら虫だったの。いや、そうじゃなくて、なんで埋めようとしたの、ね、いや、その、そうじゃない、俺伝わってないから。なんで虫なの？だって、ほとんどの作品虫ばっかり埋め込んでなかった？でも全部虫で作る、あの作家さんとかもいるの。へえ。虫が好きなの、のんちゃんは。その時は、そのなんか、作家さんにちょっと影響されてた時もある。いや、そうじゃなくて虫が好きなの？あ、作家さんが好きでってことか。そう。おお。
なんていう作家さんの？ジョン・ファーブル。ファーブル。ジョン・ファーブルが好きだったんだ。ファーブルの息子かなんかかなんかが、うん、その作家で、うん、ファーブル昆虫記って書いてた人。ファーブル、うん、ファーブル昆虫記、はいはい。え？その人の息子だかなんかが、その画家なの？へえ。え、入れられるよ、フグ線。まだ間に合うよ、ギリギリ。フグ線名前入れる？みーママいらっしゃい。名前入れてなくて、入れたい人、フォロワーさんでいたら、今すぐ言って。もう最後。もうこれが最後。名前、T シャツに名前入れたくて、フォローしてる人限定、フォロワー限定で、俺 T シャツに名前入れたいっていう人。今、もう本当に今日、今日っていうか、この今が最後。うん。ゴキブリじゃないんだよね。なんかコオロギとかなんか、なんだろう。なんか、キモい、キモい。うん。入れてくれる人はお願いします。言ってね。なんか、恥ずかしいとか言われても意味がわかんないから、俺。協力して、俺の作品に。名前入れていい人。リスナーさん、要は今まで応援してくれてた人の、背負ってリングインっていうコンセプトだから、応援してくれる人はあの名前入れさせて、俺からのお願いね。入れていい人教えてね。あとで、なんで私入ってないんですか、和道さん、私ずっと応援してたのに、和道さん私のこと嫌いなんですかとか DM 送ってくるやつ、ほんと芝生感な、マジで。なんで私の名前ないのって、お前誰だよ、ロム線がこの野郎ってなるから。和道さんそんな怒るんですか、和道さんそんな人だと思わなかった、もう囲いやめますって。囲ってねえだろお前、そもそもロム線だろっていうね。もうこの、ああありがとう、伏線了解。そう、このパターンよくあるから。なんで、なんでみんな名前載ってるのに私嫌われてるんだ、なんでなんだろうって。なんでなんだろうじゃねえよっていう、うん、カタカナで伏線ね。 OK、よいしょ。フグ、フグ線、ありがとう、フグ線。ファーブルさんか。ヤンファーブル。ヤンファーブル息子なの。ヤンファーブル、うん、おー、ファーブル昆虫記の人のひ孫。おなんでさ、あの現代アートとかあるじゃん、もう素人が見たらこれ落書きだろみたいなのもあるじゃん、言い方悪いけど、なんかこれ何みたいなのあるじゃん。あれがなんか数百億とか、あれどういうことなの、何なのあれ。でも見てて、うん、やっぱいいなと思うと値段が跳ね上がってくの。なんかその例えばそのデザインの権利も変えてなんか展開できるとかだったらわかるじゃん。そうじゃないんでしょ、あの一枚の絵にその値段がつくわけでしょ。すげえ世界だよな。だって100億とかつくんでしょ余裕で、そのトップは。え、もう手に入らないっていうか、死んじゃった人とか。あ、いや、まあまあ、え、でもほら生きてる人でなんかいるじゃん、30代の気鋭とか、多分ニュースになるじゃん。うん、うん、基本死んだら高くなるの、うん、あ、じゃあ投機でもあるわけだ、この人の作品を転売するっていうか財産っていう意味で買うんだ。おー、すごい世界だよね。100億とかだもんね。作品いっぱい出てきた。いや、ゴッホなんか1枚しか売、え、2枚だっけ。うん、俺がホモって本当、うん、本当、本当でいいよ、本当でも嘘でもいいよ、どっちでもいい、面白い方で勝手に決めて。別にこだわりないから、ホモでいいよ。俺がホモだったら
八王子さんが人生豊かになるんだったらホモでいい、それで何でもいい、で俺がホモじゃない方が幸せならそれでいい、もう任せる。そう、テオがそう情けで買ってくれた。ていうかもうテオがずっと食わせてたから、要は画家っつってもプータローだよね、ほぼ。すごいよねゴッホは。いや認めてるでも何でもいい、もうだからもう任せるネタが古すぎるもう3年も前の話題を今検証されても、俺らそのここにいる123人の中で俺がホモなのか気になってるのあなただけだから別にホモでいいどっちでもいい、あなた以外の100何人は全然興味ないから俺がホモかどうか、疑惑あったのじゃないよ、もうすごかったよ。だからそれで俺大ブレイクしたんだから、ロハコさんとベロチューの事件あったじゃん、出世作だよ俺の出世作って言い方は変だけど、なあみんな、俺の出世作だよね、和道はホモなのかホモじゃないのかは。もう何回説明したか、パチパチも意味わかんない拍手するタイミングじゃないでしょ、なんか拍手が沸き起こったな、あ、ホモが大嫌いなんだ、何でもいいよ別に、俺は別にあの何だろう、ホモ嫌いとかないから、あ、これいいな、はかどるな、楽しい。なるよね、これ パターンになるよね、これ交渉、俺も思った、かっこいいこれ、いろんなところね、かっこいいよね、だから壁紙とかそのね、うん、いいよね、あ、そういう使い方もあんのか、パターンって、あ、なるほど、あ、いいこと聞いたわ今、そういう使い方もあんのか、えって面白いね。でもね、最近さ金属の軽量化が進んでんのね。なんでかっていうと、昔は直線の太いやつで頑強にしてたじゃん、だけど 3D プリンターを鉄で作れるようになって、要はなんつうんだろう、こう穴が開いてるようなさ、有機的っていうのっていうので軽量化して材料費もコストを抑えてっていうのが開発されてんの。どう見ても現代アートなの。だから俺それ見た時に何思ったかっていうと、科学を極めても、要はアーティストって見えてるんだよ、感覚で、そのなんつうの、螺旋構造とかさ、美しいとか。だから要はね、アートも極めるやつは科学者でもあるし、だからてっぺん見てるやつはやっぱ違うんだなっていう、そのね、すごいんだよ、あの面白かったんだよ。要は超合理的に作っていくとアートの造形物にしか見えないの。まあそれはそれで、それが主流になったらまたアーティストが何かを生み出すんだよ、見えてるやつが。ニコのままやる気ないな今のところ俺は。今のところね、確定ではないけど、まあ、ふわっちが潰れるかとか、もうどうしようもなく稼げないとか、閲覧もう死んだわっていう状態になったら考えるぐらい、どうすっかなみたいな。もう全然食えなく、まあ食えてるうちは俺はふわっちに続けるね。さすがに食えなくなったら考える。
生活できねえわみたいになったらニコ生行こうかなってなるけど、別にふわっちの方が楽しいかんね。俺ここのリスナーめちゃめちゃいい人ばっかりだし、俺好きなんだよねふわっち。結構本当にふわっち来て人生変わったかんな。このサイトに恩も返したいし、少しでも力になれるんだったらこのサイトにの運営さんにいい思いしてもらいたいもん。なるほど、このこれ自体がパターンになるっていう発想はなかったな。すげえな。絵って面白いな。いいなね、やっぱね、画家アーティスト、要は物作るよ。シルバーとかもそうなんだけど、やっぱね、何かを作れる人っていうのは本当にかっこいいよね。無からゼロを作れる人は本当美しい人、神だからね、その世界の。だから線が描けないから羨ましいよ、この才能が。なんかね、頭に あるものがね、視覚情報にできないんだよね。羨ましいな。だからね、中学の頃とか絵うまいイケメンとかいるじゃん、同級生とか。すげえいいなとか思ったもん。頭は良くなかったんだけど、イケメンで絵が上手くて音楽ギターとかも上手くてみたいなやついいんだよね、なんかたまに。でモテまくるみたいな。結構ね、絵描いてる人だったね、うん、音楽もやってたり、ね、なんかあるよね関連性。イラスト描ける人多いんだよね。え、あのギターうまいやつ。音楽と絵って近いんだろうね、多分使ってる脳みそが。っていうか椎名林檎が最近可愛いんだよね。椎名林檎全くタイプじゃなかったのに、最近の椎名林檎がねいいんだよ。ついに熟したんだよ椎名林檎。俺の許容範囲内に入ってきたの、リンゴが。なんだこの女っていう感じだったのがね、お、なんだこいつ、いいじゃん。コメントうちはね、すごい少ない。昔から。ロムセンさんが異常に多いの。前からだよ。コメント書いてくれるのすげえありがたいんだよね。これでもだいぶ増えた方だよ、コメントなんか。なんかね、仕事しながら聞いてる人が多いから、書いてくんないんだよね、コメント。なんか流れによってはなんかガーって書かれる時もあるし、こればっかりはね、悩んでもしょうがないから、あ、自分はそういうスタイルなんだって思い込むようにしたよね。昔結構悩んでたけど、コメント欲しいなとか思ってたけど、まあこれはこれで成立してんだからありかみたいな、まあ、これで楽しんでる人いいんだよなみたいな、見てもらえてるっていうことがまずありがたいかな。でもね、ドレさんよりは多いっていうのはまだ俺の中で救いなんだ。ドレさんほんと2時間喋っておはようございますってコメントあるから、ね、ドレさん和骨っていうコメントが見えるかね、2時間喋って。すげえって思う。どうなってんだこれみたいな。いや、ドレさんより圧倒的に多いよ。ドレさん100倍ぐらいあるよ。ただ俺のなんか分かんないのが、キツネにするととんでもなくコメント増えるじゃん。何なのみたいな。キツネにした瞬間さ、なんか超大手配信者ばりのコメントの走り方するから、
よくわかんねえなみたいな、まあ、匿名勢に相性がいいのかもね、コメントだけで言ったら。あ、やばいやばい、顎ずれた。顎関節症出てんの。顎ずれるんだよ。噛み合わせがこっちが ここの顎だけずれるの。あ、ガクンとか、こっちだけロックかかってこっちだけ動くとか。そうそうそう、ボクシングで打たれた後絶対こうなるの。ドレさんに予言されたもん、お前顎関節症絶対なってるって。あの口開いて口呼吸だから打たれた後それやばいよって、今日の顎ずれてたよって言ってた。わかるっつったら、うん、あの打たれ方は顎関節症を持つタイプだわっつって。あ、書きやすいんだ。でも別にさ、ネットにコミュ障ってなんかある、なんか言いたいことはあるわけでしょ、コミュニケーションは取りたいわけでしょ、取ればいいじゃないと思うのね。和道は取ればいいじゃんって。でもなんか恥ずかしいんだろうね。ネットの中でコミュ障っていう概念がよくわかんないんだよな。まあリアルだったらわかるよ、緊張しいでさ、テレ屋さんとかいっぱいいるから。シャイな人多いわな、うちのリスナーさんな。うん。NG ワード、八王子さん、それ。うん、ニコ生はすごいらしいよ。野田なんか2時間で100万稼いだってよ。すげえよな。宝くじ当たったようなもんだよな。2時間で100万だぜ。どんだけだよ。俺なんか1ヶ月100万稼ぐって企画やってさ、誕生日付きで40万だったのにさ、野田の2時間と俺のね、3ヶ月4ヶ月分と野田の2時間一緒かよみたいな。へこんだもんマジで。えみたいな、こんなに差があるの。いや、すごいでしょ。俺が4ヶ月とかさ、かかって、たまる？毎日やって4ヶ月かかるものを、野田は一瞬だよ。たった2時間で100万稼ぐんだぜ。えぐいだろ。それへこむわ、いくら同業でも。さすがに、へこむ。マジか、みたいな。嫉妬とかいう息じゃないよね。へこむ。あ、野田センスあるよ。あのね、座談会の時のヨスタンと野田見た時に、ああもうなんか安心感が半端じゃないっていうか、みどりさんが起きたがるのよくわかる。あのね、コメントの返しとか盛り上げ方とかえぐい面白いもん。俺もほ結構尊敬してる配信者として。あ、タレント力ではもう100倍ぐらい差があるなっていう。俺がだからその番組作る側とか勉強しようと思ったの、野田影響あるもん。同い年でこのキャラクター性で勝負したら負けるわみたいな。あ、こいつと戦ったらダメだなみたいな、うん、同じ土俵に立ったらダメだっていうの本気で分かった。ヨスタン野田の絡みも腹抱えて笑ったもん。ひな壇であれできるってすごいよ。面白いよ野田。ねえ、夢があるよね。まあその分ね、なんか叩かれたりとかデメリットもあるけど、まあいい時代になったよな。2時間で100万だもんな。でもあれじゃん、なんか嫉妬されるんじゃないの、なんかアンチから。アンチからしたら許せないでしょ。自分が嫌いなやつがどんどん稼いでくんだもん。
センス、あ、俺が個人的に好きか嫌いかで言ったらウナだね。俺が個人的に、あ、この人のスタイル、全体、総合的なスタイルで言ったら俺はウナ、やっぱり。で、センスあるって言ったらやっぱ大手は全員センスあるね。もう技術がわかるようになる。要は、過疎なやつもわかるの。あ、こいつはこれでダメだなっていうの見えてくるのよ。だけど、大手はね、やっぱね、すごい。全体的に。要はね、テクニカルなんだよね。テクニックでやってんの、あれ。だから、ボクサーとかがジャブはこう打つとかあるじゃん。それと同じなの。実は天然でやってるように見えて、すごい高度な駆け引きとかをリスナーとかとやってるから、やっぱ同業ですごいなって思うよ、そういうのは。あ、こうやってやるんだこの人は、とか。だから七原くんのよく説明するんだけど、例えばさ、この状態でさ、うわー、なんとかだよとか言って、ね、なんとかで悔しいよ、ドーンってやって、カメラがこうやって落ちるやつあるじゃん。これってこの角度で見たら、ああ、面白い、わらわらって、よくある、ニコ生のテンプレートなんだけど、これ見てもらっていいですか？カメラ2。カメラ2をやるとわかるんだけど、こっちのカメラで映すよ。ここにグリップさせてんの。ここにカメラってかませるのよ。こうやって、がっちりかませんの。だから、いくら、ほら、どんどん叩いてもブレないの。これって、こうやってわざとグラグラな状態にして、ね？で、この状態で配信やって、ふざけんなよってやんの。それで落とすの。こうやって。テクニックなのね、実は。ドンって叩くのと、そのギリギリ落ちるか落ちないかみたいな、UFO キャッチャーのこのテクニックなのよ、これ。引くだろ？だから、その、みんなが、その、こいつアスペだ、天然だって見せてるけど、こういう技術なのね。その、絶対に落ちることがないのよ。そのカメラって。こんだけかませてるわけだから。とか、そういう、緩急とか、いろいろあるんだけど、だからまあ、そういうのは見てて、あ、すげえなーとか、あ、こいつ、やっぱ、スキルあるなーとか。怖いよ、のんちゃん。そう、奥が深いんだよな。色を取ってるの、これは。背景をくり抜いてるの。切り絵みたいな感じ。おお、ねえ、久しぶり。アイテムありがとう。いや、のんちゃんだわ。俺もちょっとびっくりしたぐらいだよ。普段覗き込まないから。いや、絵をいじってるから、俺が。のんちゃん気になるんでしょ、自分の絵が。一回保存しとこう、この状態で。保存。ありがとう。あ、ガムありがとう。のりこ。鬼か何かじゃねえよ。のんちゃんだよ。彼女だね。幽霊とか言わないで、人の女。
言いたい放題だなお前ら。鬼とか言ってなんだ鬼ってなんで俺の部屋の後ろに鬼がいるんだ顔だけそこだけ覗き込んだら怖いわな一番聞いたコメント、聞いたコメントか、いや多すぎて言えないかなもう多すぎて順位をつけるとかじゃなくてもう多すぎて忘れた。でもう聞かないようになってくるね本当にキリがないよそんな数え上げたら本当に。いやメンタルすごいんじゃなくて要は俺ですらさ100人200人っていうのが常にいるわけじゃん。で100人例えばだからサラリーマンで GJ さんが「しゃあ仕事頑張るか」っつって会社に入っていって「おはようございます」って言ったら「おしねハゲ」あ「くっせえな、なんだこいつ」あ「ブス」「なんだお前女いねえんだろ」「低所得」ずーっとだよ8時間。あ、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。ではって言ってる中でバンバン罵声浴びせられるの。俺の生活それだから。ハゲとか。死ねえよ。お前ゲイだろとか。それね、もうね、俺がされてんの、それなんだよ。朝から寝るまでずっとそれをされてたから。だから、あ、人間ってこんなもんなんだとか。なんか人間の嫌な部分をずっと見てきたよね。まあもちろんいい部分もいっぱいたくさん見てるんだけど、捨てる神あれば拾う神ありで、そんな仲良くしてくれる人もいるから、だからそれは昔の話ね。だから別に昔は傷ついてたけど今は別に慣れてるから、あこんなもんだろうみたいな。いい人もいれば悪い人もいるから、いい人だけと付き合おうっていう風に考えてる。いやだって俺遊びを仕事にしたかったんだもん。だから配信業っていう感覚は俺の中にないの。なんか遊びながらなんか金稼いでるだけなんだけどなみたいな。なんか遊んで金もらって何が悪いんだろうみたいな。なんか金がくれる人はね、いいじゃんみたいな。金くれるって言ってんだからみたいな。誰も困んねえだろうみたいな。ありがとう。アイテムありがとう。割り切り方が半端ないよ。なんか働いてる人の身にもなれよって言われてるけど、いや俺働きたくないからこういうことやってるからわかんねえよみたいな。遊んで暮らしたいからこうなっちゃったんだよっていう。俺の身にもなれよって思う。霊感あんの？タツノコさん。結構ね、うちのリスナーさんね、霊感ある人多いんだよ。よくこの部屋なんかいるって言われるんだよね。のんちゃんもよく言ってたもんね。いや多いんだよ霊能力者。なんか見える人は見えるらしいよ。でもさ、なんだろう、お化けとかもさ、なんかデジタルに対応してるんだなっていうのが俺すげえと思って。アナログはなんとなくわかるじゃん、カメラとかも。なんかわかる気がするの、アナログは。デジタル対応するんだ、幽霊もっていうのが俺はすごいと思ってて。企画とかさ、通信企画とかどんどん変わっていってるのに、なんつうんだろう、どんどん対応していってるからすげえなみたいな。あでもなんだっけな、俺幽霊の名言でデブの幽霊と裸の幽霊見たことないっていうのがちょっと好きなんだよなんで幽霊ってみんなデブじゃないのみたいな。なんでみんな痩せてんの。ああいうツッコミいいよね。着眼点こいつすげえなみたいな。
そういいよね、なんか目線がいいよね。頭いいやついるんだよ、どの世界にも。今何時のんちゃん、弾丸塾行かないと。てかさ、のんちゃんさ、弾丸塾一緒に行こうよ今日。時間がない、ご飯食べて一緒に行って、で事務所で座らせてもらいな。19時。あ、1時間、もう行かないと。みんなツイッターフォローしといて、俺のツイッター、あの夜の9時ぐらいに弾丸塾公表して俺のツイッターに載せるからリツイートして。今日だから発表、ツイッターフォローしといて。今こんな感じだな、今現段階でこんな感じ。 OK、 悪くないね、いいんじゃない。初見さんいらっしゃい。タバコ一本吸っていこう。のんちゃんだから自分の絵を見てんの、俺が作業してる。のんちゃん着替えるの気をつけてよ。着替えてる、うん。釈迦おやすみ。はいはい、おやすみ。ペコもおやすみ。ペコ最近返事するね、いい子ね。ペコ、おやすみ。職業っていう感覚はだからないね。遊んで暮らすっていうか、別になんかゲームでも何でもいいのよ。好きなことで遊んで暮らしてたら、別に配信だろうが絵だろうが音楽だろうが楽しいわけな。だからたまたまそれが喋りだっただけだから、まだ配信業って名乗れるほど業界でかくないかんね。何が配信業なのかよくわかんない。喋るのが好きで、もともとで、まあ喋って暮らせるのって何があるかなって本気で考えて、でそのライブトークのライブハウスの前座とかやらせてもらおうかとか、まあ好きな芸人さんの弟子入りカバン持ちとかから入ろうか、まあ、YouTuber やろうか配信者やろうかとかいろいろ考えて、それこそライターとかできないかなとか、フリーランスね。で一番現実的だったのが、最終的な二択が、要は言論で勝負したかったのね。言論とか喋りとか物を書いたりとか言葉ね。で、YouTuber か配信者になったので、 YouTuber 実はもうかなりやってたのよ。もうそれこそ YouTuber って言葉がない頃からやってたから、だったらやったことないことやりたいと思って配信を選んだの。それダメな人間、なんでダメな人間になるの？働きたくない、遊びながら暮らしたいって言って、なんでダメな人間になるっていうのかがわからない。それって八王子さんが遊んで暮らしてるやつが羨ましいが本当の意味なんじゃないの？俺働いてた頃働きたくなかったので、遊びながら暮らしたくて、遊びながら暮らしてる人見たら羨ましいなって思ったもん。別にダメな人じゃなくて、世の中にいる年収1000万以上の人ってほとんど遊んでるよ。で俺実際に見に行ったし会いに行ったけど、みんな遊びで食ってるよ。だから仕事っていう考え方よりも楽しんでやってる。だから俺は遊んで稼げる人になろうって思ったので、働きたくないとか働くのはいいことだとか言ってる人とか、遊びながらなんてダメだって言ってる人ってみんな低所得だもん。
いや、俺の感覚はね、俺の経験では。だから別に普通だと思うけどな。遊びながら暮らしてる方がいい生活できるっていうか。なんでダメな人間なの？いや、俺の何が羨ましいじゃなくて、遊びながら暮らしてる人間が羨ましいんじゃないのって。だってどこがダメなの？遊びながら暮らしてるどこがダメなの？具体的に言ってよ、じゃあ。じゃあ俺のことが羨ましいじゃないの。遊びながら暮らしてる、働かないで遊びながら暮らしてる人がどこがダメなの？とっても人間らしい生き方だと思わない？だって楽しいことをずっと追求できるんだもん。いい生き方じゃん。羨ましくない？普通に。俺はアルバイトやってる頃羨ましかったけど。音楽とか楽しそうにやってるプロアーティストとか画家とか、遊んでるだけじゃん。あれ、プロ野球選手とかも遊んでるだけじゃん。野球って遊びでしょ。なんかやりたくないことをいやいややって、低所得な人たちが全然羨ましくないの。いや、一生できるかどうかは別問題じゃん。一生できるかどうかが別問題じゃなくて、できてる人が羨ましいかどうかの話。そうじゃなくて、なんでダメなのか。一生できないからダメなの。俺はなんかやりたいことから逃げてて、やりたくないことで生計立ててる人間の方がダメなやつだと思ってる。だってそれ会社にとってもガンだから、いらない人間だから、社会からもいらない人間でしょ。だっていやいや仕事やってんだもん。だったら喜んで仕事やる人の方が雇いたいじゃん。だからダメなやつの考え方なんだって。犬目さん、あ、犬目さんじゃない、八王子さんが。そう思わない？と思うけど。社会から必要とされたら絶対お金って生まれるもん。仕事になるもん。だから、なんつうんだろう、やりたくないことをやるしかない、器量しかないわけでしょ。やりたいことから逃げたから、やりたいことの努力をしなかったから。俺やってるもん。楽しい仕事をやるための努力を惜しんでないもん。寝る間を惜しんで俺やってるもん。毎日喋ってるもん、休みなく。俺生ポじゃないよ今。卒業っていうか、今は生ポじゃない。それでよくない？全然。どうなんだろう、なんかひがみにしか思えないんだけど、うまくいってる人の。そう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 、飯が食えてりゃ何でもいいじゃんって。で、ぶっちゃけな話は、俺が一生続くかどうかは俺の問題であってさ。だって八王子さんに何の関係もないわけじゃん。だって俺が別に、なんだろう、這いつくばっても助けてくんないでしょ。でしょ。だから俺のこと聞いても、もんなんつうの、意味なくねみたいな。それより自分のこと考えたらっていう。俺だからおばあさんから金騙し取った金で生活してないから。俺がそれが職業だったらいいよ。ばあさんから金を騙し取るのをメインの仕事にしてるんだったら分かるよ、それ言うの。俺ばあさんから預かったお金を人に渡して、それが詐欺だったって話でしょ。俺1円ももらってないんだから。それで飯食ってないもん俺。AV 業って、俺 AV なんかやってないけど。AV 業だったの俺。むしろ AV 監督やりたいんだけど。はい、小次郎さんこんばんは。アイテムありがとう。なんで AV 業って、どっから出てきたんだよ。
ダメだ、もう行かないと。あ、五条さんね、いいね。五条さんいいよね。いや、俺、いや、ツイッターでいいなと思ってリツイートしたよ。そうだ、煽れ煽れと思って。五条さんやる気出して、あ、いいじゃんと思って。俺はいいと思ったよ。光くんをた、立ち上がれなくなるまで殴り続けてやるって言って。あれを待ってたんだよ。あれだよ。あれが要はリスナーさんが求めてたことでしょ。やっぱ自分の都合でやったらダメだよね。リスナーさんに向かって何かやんないと。あれはすげえ評価でしょ。いいねボタン多かったもんね。それだよ、見たかったのって感じだよね。やっぱね、自分のファンに向かって答えていかないとね、配信者やってる意味がないからね。いや、俺ニコ生行かない行かない。俺ニコ生の配信者じゃないもん。ニコ生嫌いだね、俺運営が。大っ嫌いだね。あそこのサイトが頭下げるような仕事してやるよ。和藤さん戻ってきてくださいって言うまで俺は帰らない。なんで金払ってあんなさ、横柄な態度取られてるサイトに行かないといけないんだよな。パートナーって意識がないんだよ。配信者は道具だと思ってんの。バカにされてんだよ。金づるだと思われてんだよ。そんなサイトなくなればいい。そう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 。じゃあ俺そろそろ男官塾行くわ。みんなごめんね、ありがとうね、見てくれて。コメントもたくさんありがとう、アイテムもありがとう。ちょっとね、夜の9時ぐらいをめどに僕のツイッター貼っててください。男官塾の動画流しますんで、皆さんお疲れ様です。ツイッターフォローしといてね。お疲れ様です。1ヶ月ね、最低500円、ニコ生見るのは。お疲れ様です。